パズル究極コラクティビューをご覧の皆さん、こんにちは、マックスのイです。こんにちは、カズケです。よろしくお願いします。いや、なんか皆さんのテンション低いんで、ちょっと高めていこうかなと思って、行きましょうか。はい。はい、今週の新キャラっすね。先週が、やってなかったんで、私が死んだ。はい。だ、流刑流刑も含めてですね、ガチで見たい。流刑流刑知りたい。やっていこうかなと思います。1週間分のリハビリをさせてくれ。了解でーす。新キャラはこの上の3種類かな。はい、レイバン、アイレン、あとはこのミラかな。あ、ミラ出た私。あ、来ました。メールで出た。あ、素晴らしい。何中引き。まあ僕はまだちょっとスパノエを先週は何もやらなかったんで、ちょっとねレベル限界突破が2体ほどサボられてて申し訳ないんですけども、まあレイベンはこっちの方が強いです。まあ、つっても、僕、こっちの方作ってないんですけど、まあ、明らか、なんか用途がないっていうか、うん、まあ、っていうのも、まあ、あるんですけど、でも、テオールよりも、まあ、こっちですね。こいつはベースで3個。聴覚性含めて4個なんですけど、まあ、マルチで使う場合だったら、こいつの方が強いよねっていう感じで。ただ、まあ、スキブがないよねって言われちゃった。で、次に、ハイレンなんですけど、まあ、無効貫通のキャラクターとしては、めちゃくちゃ強いです。最強格です。あ、そうなんだ。まあ、僕、月分に今してますけど、これちょっとあったんで、変えただけなんですけど、まあ、交換数4個は最強なんで、唯一オンリーです。おー、唯一オンリー。はい。で、リーダースキルなんですけど、これ7かグラフ1面で使うんだったら、結構強かったっす。おー。ただ、こいつ、ハイレンハイレンで組んだら、めっちゃ使いづらかったっす。マジで使いづらいっす。相当練習しないと、ハイレンハイレン難しいっす。で、ミラなんですけど、まあ、引く必要ないっす。大丈夫です。私はメールで出ましたけど引く必要なかったです、はい、で今回の全キャラファット見たい。あ、見たいですか。見たいです、見たいです。じゃあ、流刑流刑に関して言うと新キャラは正直そこまで必要性ないです。うん、どこで使うのっていうのが一個と、まあ強いけどその既存強すぎる、尖りすぎてるんですよね。だからネタ系のリーダーなんですよね。使いづらい。めちゃくちゃ火力高いんで、すごいんですけど、多分、今回、ハイレンとか、このレーベンって、じゃあどういう方向けにこれ作られてるのかなって一個考えたんですけど、これ極練っすね。ほう。火力を。ひたすら火力を。とにかく火力っていうところを、まあ考え、とりあえず極練を一回クリアした方がいいし、まだクリアできてないっていう人向けに。私みたいな。うん、作られてるのかなっていうのが、すごい見て取れる性能をしてます。このに、レイ・ハイレンも、レイ・ベンも。で、実際事実、ハイレンはどっち両方とも極練、レイ・ベンはちょっと進化を使ってないんですけど、まあ、全部で極練クリアできました。クリアできたんで、まあ、確かに、まあ、その用で作られてるのかなっていうのが、まあ、特にこのハイレンだともう、回復タイプでドラゴンキラー振ってくれっていうような感じなんで、極練のラストね、ぶっ殺してくれっていうような性能になったんですよね。まあなんで、まあ極練をクリアしたい票のリーダー性能かなっていうのが個人的な感想です。こいつらに関して言うと、なので正直そこまでその将来的にもしかするとこいつらがいないと、いやないかな、さすがにその最速で極練を周回するっていうような話になった時とかにどうなんだって思ったんですけど、まあこいつらリーダー性能気持ち悪いんでないんですね。手間がかかるんで結局リーダースキルを発動させるのにね、手間がかかる、手間がかかるんですよ。とりあえず大好きだ。ちょっと古い話していい？はい、いいですよ。究極攻略らしからぬ話になって、普通にスウォーとかについてもさ、ああロシェとかにも聞きたいです。あと交換するならっていう人も必要だと思うので、言っておくと、何も持ってないっていう方だったらロシェ、うん、やっぱりロシェ強いです。進化後のロシェですね。あ、ちょっと画像ね、これはやっぱ強いです。今でもまず属性吸収無効っていうスキルがまず腐らないっていうのがまず1個ですね。でこいつは他の火力枠と、もう追撃ができるって本当に偉いですよ。追撃ができる、うん、で50倍の強化が、まあ、聴覚性含めて4つ持てる、うん、まあだからまあ
今回のレーベンとか、あとはまあ、50敗の強化の強キャラってまだなんて言えるんですけど、その代表格ですね。まあ、なので、ロシェが個人的には腐らない。まあ、もちろん、イデアルはっていう声もあると思うんですけど、イデアルは、もちろん実装当初めちゃくちゃ強かったし、まあ、今でもめちゃくちゃ強いんですけど、その、なんだろう、もうイデアルである必要がなくなってきてるんですよね。要は、7コンボ強化3つ持って超火力が出せるみたいな。他にもいる。他にもいるんで。というか、まあね、多分みんな最近同じ、この手の性能だったらゼラの方が多分使ってるはずなんですよ。ああ、7コンボ強化3つ系で、はいはいはい、ゼラの方が多分使ってるし、ゼラ追撃も持ってるしとかで、まあもちろん強いんですけど、まあなんか昔ほどの輝きはないんで、イデアルイデアルって多分世間で持ってきたんですよ。やってたよね、一時期すごかったよね。それで多分そのなんだろう、アイデアルってやっぱ強いのかなっていうのはあると思うんですけど、まあそのロシェと比べたらってくらいにはなっちゃってるかな。ロシアは腐ってないです、今だに。イデアルは他の強キャラが出てきたことによって、まあ、とはなってるちょっと下がり気味ではあるんですけど、必要性はなかった、なくなった。絶対無理感がなくなっちゃってるんですよね。ただまあ、やっぱりその、汎用的にはやっぱ使えるんですよ。光のコンボパとか、他色にも入るし、あまあ、その、汎用性は今でも高い性能をしてるんで、まあ、いる分にはいいんですけど、ただやっぱね、何年も交換ってできないと思うんで、まあ、ロシアかな、個人的には。次にバレリアは、バレリアはめちゃくちゃいるといいんですけど、めちゃくちゃいるといいんですけど、ただある種贅沢品、贅沢品ですね、これ嗜好品か、うん、じゃあいやめちゃくちゃ楽になるんですよ、そのパーティー組む上でもうバレリアでいいやっていう、だいたいバレリア、ただ一個あってウェルドールでよくねっていうのが、多分大半の人にドロップモンスター、うん、僕からするとウェルドール天狗でいいよっていうのが大体が、バレリアじゃないとダメな時ってあれなんですよ、ソロでソロの時なんですよ、そのポチポチする時とかにおいて、そのアテナナザーを突っ込んで高火力のプレスでぶち抜いていく時にオーバードライブとかで、まあアテナナザー5のバレリアっていうような形の32調整っていうのがあるんですけど、スキルもね、スキルの32個調整をしたいっていう時はバレリアの1枚必須になってくるんですけど、まあ、フレンドでもいいしっていうところで、しかもアテナナザー5体持ってる人って大体バレリアも持ってるしっていうところで、大体のその90なんだろう、まあ、大体はウェルドールでいい大丈夫、なんだろう、上級者に関してはバレリア欲しい、絶対欲しい、複数体欲しいって言いたいところなんですけど、大丈夫です、これ見てくれてるその中級者最近復帰したよっていう人はバレリアでいいです、引けたら、おめでとうって感じなんですけど、それ相当楽になったねっていう。てかね、今ね、来てる、その、要は、アテナナザー、要は、死んだ万象彫刻からの、あとこの、やつあるじゃないですか、今回の竜系竜か。俺がね、一番普段使ってるキャラクターの2体が、今回もピックできちゃってるんで、僕もね、アテナナザー5のフレンドバレリア、まあ、自分のバレリア出してっていうのが、もう普段使ってる一番多い。こっちこっちの編成なんで、てかやっぱゲリラやってる、アテナナザー5ですね、自分が5でやってます、ただまあ5は必要ないんですけど、基本必要ないですけど、まあ、スキブの関係上入れてるだけなんですけど、すげえ、ただまあやっぱね、もうゲリラとか何やるしちゃってそれでいいやってなっちゃってるんですよね、超クラスとかやるにしても、ただだからたまにそのフレンドさんじゃないマルチで入ってもらうときにすまんって思ったりするんですけどね、ちょっとスキル積んできてもらえるっていう、ごめんごめんっていう時もあるんですけど、まあ一番、使い勝手はいいんですけど、ただやらなくていいです、本当に贅沢品なんで、ただの贅沢品、パーティーをそれこそゲリラをやるときにパーティーを入れる替えるのがめんどくさいって僕は思ってるんで、もうこれだけでやるんですって、だからそれをそれだけなんで大丈夫です、皆さん真似しないでください、引けたらラッキー。で、まあスオーとかに関して言うと、まあ強いっす、スオー。うん、強い。出たら、育てておくべきキャラです。スキブさんの無効貫通キャラで、6回でもしてくれるんで、こいつは。しかも、キラ全部くれるっていうところで、やっぱ火の単色パでは、すごく強いです。うん、スキブさんは、めちゃくちゃ強い。なんですけど、まあそうっすね、まあ、無理しなくてもいいかなっていう、まあ引けたらもちろん育てた方がいいです、今回のその、いやもちろん前提として星7は全部強いですよ、全部強いです、
あの中級者でその抜き方で絶対そっちだった方がいいです、うん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 、でただまあ就職先みたいな話ですよね。リーダーとかサブで使うって話になってきたらまあそうはねめんどくさいんですよね。やっぱ秘密の道場っていうのがめんどくさいですよね。うんうんうん、ただこいつも一応あそこ多分極連やれると思うんですよね。18回出るんで、うん、こいつ結構ねリーダーとしては中の上ぐらいはあるんですよ。そうそう本当に、うん、18倍出るリーダーで経験もありもするんで、うん、まあ、うん、中の上ぐらいのリーダーかなっていうのが印象です。あとなんかいます？うーん、大体話しましたけど、ぐらいのやつらは。ラジオは？ラジオはですか？ラジオは私ね、2体過去出たんですけど、2体とも交換要員で使っちゃったんですよ。ああ、大丈夫っすよ。ああ、セーブ。あー、あのですね、こいつはソロで使うことはほぼないっす。あ、そうなんだ。マルチでが多いっすかね。局所的な降臨の高速周回でラジオは輝くんですけど、あとはあれっすかね、ランダンとかで使えるのかな。やっぱ二色陣持ちなんで、ランダンとかでもちょっと使えはするんでしょうけど、ただこいつであれ必要もないんで、そうっすね。まあ、20倍出る。シーバトバン、この上の方だったら、まあ、花火なんですよね。常に花火でバン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 って見ていくような性能なんで。ただただ使う機会が多分今回のこの全部のキャラクターの中で一番個人的には少ないかなっていう印象を持ちます。なるほど、はい。いや、レーベンファイナルはちょっと、まあ、ちょっとまだ未知数なんであれなんですけど、ラジオは、まあ、既存のスドウからラジオまでのキャラクターの中では、うんうんうん、多分一番使わなかったかもしれないです、ラジオ。あ、使っ、うん、まあだから1回ですよね、その、うんうん、とある特定ダンジョン、どこだったかちょっと忘れたんですけど、水のボスだったかな、忘れたんですけど。そしたら、あれはどうですか、6号の究極。これね、強いんですよ。あ、強い、これ。これ強いんですよ、結構。あの、星6じゃないですか。星6。今回ランダー星6みたいになってるじゃないですか。あ、なるほどなるほど。今回ランダー制限あるのか。うん、制限あるんですけど。まあそういうの考えると、まあこういうのって今後輝くのかなと思ったりするんですよね。うん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 。結構強いと思います。あの、性能としては。まあ、この消せないドロップ状態5段階開くっていうのはまだ希少なので、うん、うん、あの、フェノンとかしかいないんで、うんうんうん、まあそういうの考えると、今後輝いてくるのではないか。っていうような性能をしてるんですけど、だからこいつ作るのがめんどくさいんで。そうだね、メダルをがっつり、はい、それができるんだったら作った方がいいんですけど、そこまで頑張んなくてもいいかなと思って。必須ではないです、個人的な印象としては。むしろ星、まあちゃんと作っとっとくといいのかなと思う。こういうキリとか、あのシャゼルとか、あ、シャゼル、悪魔キラ、悪魔キラさんのシャゼルとかですね。あとプラリネ、星5の方が多分個人的に使ってきたの印象すごい強いんですよ。プラリネ、私も結構プラリネ、シャゼル、キリ、これランダン、ランダンメンツ。そうですね、ランダンでもめっちゃ使えますし、普段使いでもプラリネとかは、まあ、ギガのサブとかでも使えるし、うんうんうん、でやっぱこいつは偉いんですよね。神か悪魔かどっちかトリプルにできるっていうところで、超作成で。もうちょっと言うのがプラリネ、プラリネは出たんだったら2体を確保しておきたい。でシャゼルも、まあ、シャゼルは1体ぐらいでいいんですけど、うんうん、で、キリもまあ1体でいいんですけど、とりあえず取っときたいっていう感じですかね。でも逆に星6で使ってきたキャラクターがほぼいない。リーぐらいですかね。ランク上げされたい方だったらリーとか。リーダー交換。リーダーチェンジ。はい、リーダーチェンジの。あとはターディス。はいはいはい。一旦の。はい。捜査委員長ですね。ぐらいですか？星、っていうか、だからそういう意味では、星7よりも星5、6の方が、特に星5ですよね。へぇー。流刑流刊は優秀なんですよ。だからまあ、外れ、あんま使わないキャラクターがある意味はっきりしてるかなと。尖ってるんですよね、やっぱね、流刑流刊は印象としては。すごく尖ってるんで、適材適所っていうような印象を受けます、やっぱり。なので、まあ、強いっちゃ強いし、弱いっちゃ弱い。使わないところは全く使えない。っていうのが、まあ、一個ある。なるほどね。キャラクターたちがたくさんいる。あと、優秀っちゃ優秀なのがディスティル、スキブさんの。キャラクターで、まあ、優秀っちゃ優秀、中級、まあ、初心者中級者向けかな。まあただ、まあ初心者って育成するのも大変だから、うん、まあ、そこまでか。
一時期ターディスすごかったじゃない。みんながもう欲しい欲しいっつって。だからこれはやっぱ今でも使えますからね。最低限1体を持ってないとダメだから、うん、1体持ってきたいですよね。今それほどにこうターディスターディス言われてはいないですよ。でもターディスが輝いたのってあいつなんですよね。RX のせいなんで、異形を RX でやる方だったらターディスを1枚入れときたいっていうようなところでターディスターディス言われてたんですけど、まあでも、まあ、今後ね RX みたいな系のリーダーですよね。要はスキル使用時みたいな、うんうん、性能のキャラクターが出てきた時にやっぱ使えるんで、取っとくといいかなと思います。やっぱりまあ唯一無二感があるんでね。うん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 、あるね、うん、まあ最悪あいつでもいいんですけど、頑張るんだったら群馬県でもいいんですけど。あ、群馬ね、群馬ね。ただまあ明らかに操作時間伸ばしてくれるこっちが優秀なんで、うん、大丈夫ですよね。いや、ありがとうございました。はい、改めてこうざっと上から下までさらってもらえて嬉しかったです。はい、では一旦ここで、はい、最後までご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に我々やってるタラチャンネルのリンク入ってます。ぜひご覧ください。いや、マジ髪切りて。バイバイ。さよなら。